いろいろ大変だったけど、終わりよければすべてよしな。夏休みの思い出を祝しまして、打ち上げパーティーを開催します。おお、パチ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 。おお、リュウジどうした？元気がないな。いや、昨日全然寝れなくてさ、久々の寝床に体がなじまんねえっつうか。わかる。みんなこの1ヶ月で体がゴーゴーフェザーマン号に最適化されたからな。なんだかフェザーマン号が恋しいね。てかその名前いつの間にか公式なのな。ファントム号じゃなかったか。そんな時もあったわよね。それにしてもやっぱり電波タワーでのことは誰も覚えてないみたいだね。はあ、こっちは死ぬ思いで頑張ってたってのによ。世を忍び人知れず悪を打つ、それはそれで美しい。まあそうだけど、チッとはチヤホヤされてえじゃん。なんつうかこうさ、女子たちがキャーみたいな。お前かよ。あと棒読み。でも忘れられない思い出がたくさんできた。私はそれで十分かな。私もだ。何もかも見たことのなかった新しい体験で最高だった。ええ、頑張ったからこの素敵な時間がある。今回もそれでいいじゃない。まあこれでおっさんもいれば最高なんだけどな。きっと今頃は大和田逮捕に向けて頑張ってるんじゃない。こうしている今も善吉は仕事中か。少し申し訳ない気が。人事じゃないわ。みんなももうすぐ学校でしょ。あ、そういやお前っていつ地元戻るんだ。明日だ。え、嘘。なんだかあっという間だね。足りめえだ。なるべく早くな。ソフィアも一緒か。そうだな。ソフィアが地元でジェイル見つけたりしてな。もうそんなわけないでしょ。でも結局ソフィアってなんで渋谷ジェイルにいたんだろう。確かに渋谷といえば、一ノ瀬は渋谷に自宅があると言っていたな。もともとソフィアはその一ノ瀬の家に置かれていたんじゃないか。それをエマが認知したということか。まあこれは我が輩たちの予想だし、そうだとしても奇跡としか言いようがないがな。そういえばソフィア、デミウルゴスを倒した後少し様子が変だったけど何かあったの？ああ、あれはエマの声が聞こえてたんだ。え？ソフィアにだけ聞こえるやつかよ。ああ、消える間際に言い残した。あなたのやり方で人々を救ってほしいって。エマがそんなことを。やつも方法さえ間違わなければソフィアのように慣れていたのかもな。私みたいに怪盗団と巡り合っていたらきっと結果は違ったと思う。 AI は人の敵じゃない。人に寄り添って助ける存在だ。でも人と同じように道を踏み外すこともある。使う人間、状況、得た知識、理由はいろいろだ。エマにも良き友人がいれば。そいつはこれからソフィアが示せばいいんじゃねえか。え、
人の良き友人として AI と人の良き関係をソフィアが描いて築いていくんだ。そいつはきっとたくさんの人を救うことにつながっていくと思うぜ。ありがとう、二人とも。あ、でも私はこのスマホからは出られない。残念、描いて気づくのはお預けだ。ふっふっふ、そんなソフィアに私から重大な。だーもう話がしんみりしてダメだ。打ち上げだろ、打ち上げ。こうなりゃ景気づけにコーラ一気飲み競争だ。ユウスケ、勝負しようぜ。唐突だね。くだらん。だが勝負とあらば受けて立つ。ちょっと吹き出したりしないでよ。おいこら、我が輩にかかったじゃねえか。ああ、もうめちゃくちゃ。のせいでえらい目にあったぜ。でも楽しかった。みんなも笑ってたな。まあな。我が輩も楽しかった。なあ、明日で怪盗団はバラバラなのか？仕方ない。それぞれ学校とか始まるしな。リュウジとアンドノは宿題とか勉強が大変そうだけどな。我が輩もそう思う。ユウスケはきっと変わらず絵を描き続けるんだろう。マコトとハルは大学か。大学ってどんなところなんだろうな。二人とも生き生きしてる。なんだかんだ楽しそうだよな。双葉は前よりずっと強くなってた。あの様子なら学校でも友達には困らないだろうぜ。みんなそれぞれの道に進んでいくんだな。いや、私はどうしようかと思って。ソフィアにも自分の道が見つかるさ。それまではこいつと一緒にいようぜ。ありがとう、二人とも。明日はもう出発だ。名残惜しいがそろそろ寝ようぜ。それじゃあ、気をつけて帰れよ。またな。楽しかったぜ、本当。こちらに来るときは声をかけてくれ。何を差し置いても駆けつけよ。連絡待ってるから。次は冬休みか。なんならもっと早くてもいいぞ。屋根裏でよけりゃいつでも使え。ま、店の手伝い込みだがな。モルガナも元気でね。アンドの名残惜しいが、我が輩はこいつのお目付け役だからな。またね、モナちゃん。ちゃんとご主人様の言うこと聞いてね。立場が逆、ペットじゃねえし。ソフィア、二人のことをよろしくね。オーケー、任せろ。ああ、そうだった。どうした突然。ソフィアにプレゼントがあった。プレゼント？そうそう、
実は昨日私そびれて。あ、クタバちょっと待ってくれ。一ノ瀬からチャットだ。一ノ瀬さん、なんだって？なんかまた急だな。行ってみよう。気になる。確かに気になるわね。みんなは予定どう？構わない。行ってみよう。それじゃあ、みんなで行ってみよっか。ここで待ち合わせだよな。いないね、一ノ瀬さん。まだついてないみたいね。少し待ちましょうか。はずい。溶ける。あと5秒で溶けてなくなる。じっとしてるだけで汗が吹き出てくるね。ねえ、ちょっと、あれ？臨時ニュースをお伝えします。衝撃的なニュースが飛び込んできました。先ほど現衆議院議員大和田潤氏の逮捕状が請求された模様です。大和田氏の逮捕容疑は収賄・脱税をはじめ多岐に及んでおり。これは？議員会館前には多数の警察車両が並び家宅捜索を進めている模様です。捜査本部で開かれている記者会見の様子をご覧ください。市はマディッシャから多額の金銭を受け取り、不正な便宜を図っていたものとみられます。また市には多数の余罪があるとみて合わせて捜査を行っております。2年前、大和田氏の秘書が起こしたとされていたひき逃げ事件について、運転していたのが飲酒状態であった大和田氏本人である事実が判明いたしました。複数の警察幹部が本件の隠蔽に関与しており、証拠隠滅の疑いで逮捕する方針です。本件に関してこのような事態となったことを深くお詫びいたします。警察組織の信頼回復に向け、断固たる決意で捜査に臨んでいく所存です。わ、マジ？大和田って、あの大和田？警察とズブズブか。これ大ニュースじゃね？なお、議員は以前から反社会的組織との黒い関係が取り沙汰されていましたが、2年前に死亡した秘書の殺害を指示した疑いも浮上しており。これって善吉さんの奥さん、あかねちゃんのお母さんの事件だよ。おっさんの勝ちだ。やっぱすげえよ、あのおっさん。悪党どもを一網打尽、見事だ。凄腕ってのはハッタリじゃなかったな。さすが私たちの仲間だ。奥さんの仇を取ったのね。ああ、あいつは茜との約束通り真正面から悪に立ち向かって打ち破ったんだ。善吉さん。いやあ、待たせちゃったかな。一ノ瀬さん。警察での手続きに予想以上に時間がかかってしまってね。警察？あれからすぐ警察に自首したんだ。自首って、だって一ノ瀬さんのしたことは。エマを悪用したのはこの絵だし、我が輩たちのことなら。エマによって世界が壊れるかもしれない、そういう予感がなかったわけじゃない。
君たちを傷つけてしまったことは紛れもない事実だから、受けるべき罰は受けようと思ったんだ。一ノ瀬で、洗いざらい全て話したんだけど、結局相手にしてもらえなかった。まあ信じられる話じゃないものね。長谷川さんにも相談してみたんだ。そしたら、夢物語に付き合っていられるほど警察は暇じゃないって笑われてしまったよ。善吉らしいね。本当は罪を償ってからにしたかったんだけどね。これから旅に出ようと思うんだ。旅？うん。今度こそ本当に正しく人の心を知るために。私はエマの作る世界こそが正しいと思っていたけど、ソフィアに言われて気づいたんだ。何かが違うって。エマに救われた人たちの目はみんな死んでいるようだったけれど、君たちやソフィアの目にはいつも眩しいくらいの希望が宿ってる。ソフィアが君たちのようになれたのは君たちと共に旅をしたからだ。苦楽を共にして助け合い、信じ合い、通じ合ったからだと思う。同じことができるとは思わないけど、私も今度はそうやって多くの人と出会い、少しずつ心を理解していきたい。ただその前に、君たちにもソフィアにもちゃんと謝っておきたかったんだ。本当にすまなかった。君たちには大変な思いをさせた。一ノ瀬には助けてももらった。もう俺たちにわだかまりはない。ありがとう。聞いてほしいことがある。どうしたソフィア？私も一ノ瀬と一緒に行きたい。一ノ瀬さんと旅に出るってこと？私はみんなにたくさん助けてもらった。一人だった私を受け入れてくれた。仲間だと言ってくれた。一緒にいようって言ってくれた。嬉しかった。いつも胸の中がポカポカしてた。でもみんなは自分の道を歩いてる。善吉も自分の道を取り戻した。私もみんなと一緒にいて、たくさんのことを知って、やっと自分の道を見つけたんだ。人の良き友人として、私なりの目指す道が。私はみんなみたいになりたい。道を踏み外す人がいれば手を差し伸べたい。道を探す人がいれば一緒に探したい。誰かの悲しいを嬉しいにするために。これから一ノ瀬がその旅に出るのなら、私は一緒にいてあげたいんだ。みんなが私にしてくれたように、私がみんなみたいになれるように、私が私であるために。ソフィア。じゃあソフィアともここでお別れってこと？でもソフィアはそこから出られないんじゃ。うん、大丈夫だ。ソフィア、覚えてるか？初めて会った日の夜、ルブランの2階でソフィアのことを調べただろ。あれから少しずつだけど分析を進めてたんだ。それでやっと
そこから出してあげるプログラムを作れたんだ。おい、マジかよ。昨日から何度も教えようと思ったんだけど、まさかお別れのために使うなんて。双葉、ソフィアは自分で自分の道を決めた。それに向かって進みたいって言ってるんだ。笑って送り出してあげなくちゃね、双葉。分かってる。いいのかい、ソフィア。せっかく仲間ができたのに。うん、もう決めたんだ。でもその前にお前の言葉を聞かせてほしい。私言ってもいいか？ありがとう。みんなすまない。私何もお礼ができてないのに。何言ってんだよ、そんなんじゃねえだろ。俺らは我が輩たちは同じ怪盗団の仲間だ。うん、かけがえのない友達。共に視線を乗り越えた仲だ。その絆は決して断ち切れん。ソフィアとの思い出は私たち全員の大切な思い出。あなたならきっと一ノ瀬さんを助けられる。ソフィア、元気でな。ありがとう。ソフィア、俺たちの絆は永遠だ。ありがとう、みんなのこと、この旅のこと、私は忘れない。また会おう。ああ、絶対な。オッケー、絶対だ。では。これから進む道
そろそろだと思うんだがな。来たぞ。繰り返しお伝えします。大物政治家逮捕です。我が輩たちもそろそろ行くか。そうね、またそれぞれの道へだな。離れちゃうのはちょっと寂しいけど。なーに、絶対またすぐ会える。それまでの間だ。だね。あ、ha ha ha.